ケネスクルフォードは、アメリカ合衆国のプロレスラー。イリノイ州シカゴ出身。WWE の参加団体である NXT に、モンテスフォードのリングネームで所属。学生時代、陸上競技で活動。ノースカロライナ州アンソン郡に所在するアンソン高校、サウスピードモントコミュニティ大学に在籍時には200メートル、競争、400メートル競争、1600メートル、 リレー層で、それぞれ最高記録を樹立。アンソン高校在籍時の2007年には、アンソン高校最優秀アスリート賞を受賞している。サウスピードモントコミュニティ大学卒業後、軍人になることを選択。アメリカ海軍入隊を、目指して、サウスカロライナ州、パリスアイランドの新兵訓練キャンプに参加後、カリフォルニア州、オーシャンサイドに所在する。 キャンプペンドルトン海兵隊基地に、所属。4年間従事し、5町まで昇進した。2015年4月、アメリカのメジャープロレス団体である WWE と、ディベロップメント契約を交わし入団。入団後、トレーニング施設である WWE パフォーマンスセンターにて、プロレスの基礎を学ぶ。9月26日、参加団体である NXT の NXT ライブにて、 バトルロイヤルでプロレスラーデビューを果たす。2016年2月18日、NXT ライブにてクリス・ジラードと対戦。プロレスラーとしてのキャリア初勝利を飾った。3月16日、NXT にて初登場。アンジェロ・ドーキンスと組んでハイプ・ブローズと対戦。序盤より一方的にやられる展開となり、最後にハイプライダーを喰らい敗戦した。 12月16日、NXT ライブにて、リングネームを、モンテス・フォードへと変更。アンジェロ・ドーキンスと組んで、サニティと対戦。終盤に、ニッキーより毒斬りを浴びせられると、ヤングより丸め込まれ敗戦。試合後に、サニティより追い打ちとなる襲撃を受けた。2017年4月28日、NXT ライブにて、アンジェロ・ドーキンスとのタッグネームを、 ストリートプロフィッツと名付ける。キノサバテリアンドリディックモスと対戦。勝利した。2018年10月28日、エボルブエボルブ114にストリートプロフィッツとして参戦。エボルブタック王座を保持する、トゥームパトロールに挑戦。最後に、ジャカにフロッグスプラッシュを決めて勝利。ベルトをダッシュした。2019年6月1日、テイクオーバー。 XXV で空位となっていた n x t タック王座をかけたフェイタル4ウェイ形式のラダーマッチによる王座戦にドーキンスと組んで出場。終盤にウェスリー・ブレイクがラダー上でベルトを掴もうとしたところ、自身がトップロープからスプリングボード式のジャンプでラダーに飛び乗り、ブレイクをパンチで振り落としてベルトをダッシュ。王座を体感した。ありがとうございます。